こんにちは、ナオキです。今日はね、盛岡のね、歴史的建造物とかね、そういうふうな歴史的なものをね、ご案内しようと思います。で、すぐここが、こっち斜めが盛岡駅なんだけども、まあ、それちょっと省略させていただいて、ここ何時から借りられるんだろう。なんか自転車2時間無料、これ午前6時からちょっとわかんないけど、借りられるんだったらちょっと借りてみようか。そしてチャリンコパクられましたみたいな。まあいい、その時は弁償する。まあパクられないと思うけどね。こうなってるのか。レンタル自転車はこのまままっすぐって受け付けで、長えなあ。このあれなのかな、だから盛岡市じゃない人たちが盛岡駅着いて、そこから自転車乗って行く場合と、盛岡住んでて違う、例えば場所に、花巻とかね、行く人たちがここにチャリンコ置いてで行ったりするのかな。すげえ、盛岡のレンタルチャリンコ200円で朝の6時から8時くらいまで借りられるんだってよ。もっと早く気づいておけばよかった。でここの場所はね、盛岡駅の近くのホテルニューウィングっていうところの目と鼻の先の川のところ、海運橋のところに出てくるんだ。坂きつかった。長えな、この直線。まあいい。で、とりあえず行ってみましょうか。で今日はね、さっきお話したように偉人の場所みたいな。あ、そういえば私でんでん虫っていうか、盛岡の観光の1日チケットも借りてたんだ、買ってたんだ。ああ、チャリンコ借りる必要もなかったかな。まあいい。まあチャリンコはチャリンコで早いからな。まあ、その1日周遊券みたいなやつも、まあ所詮350円だからね。なんか朝なのに人が歩いてる。とりあえずね、このまままっすぐ道内行くと大通りっていう繁華街に出るので、一つ目っていうかね、あーほらね、岩手さんね。でとりあえずその大通りっていう動画は朝のやつと、あと夜のところも撮ったので、そこからまっすぐ行ったよっていう感じでちょっと動画編集させてもらうね。でここからね、まっすぐ行くんだけども、ここの動画は朝の動画と夜の動画撮ってるので、ここをずっとまっすぐね、こっち側に行って突っ切ったと思ってちょうだい。もう編集しちゃうからね。とりあえずね、あそこを右に曲がりたいんだけどもね、行き切って、でなんでここを中途半端のところ撮ってるかっていうと、あそこになんかベルって見えるでしょ。ベルって、ここがね、びっくりドンキーの1号店なんだよね。まあその動画はね、別に撮ってるんで、それを見ていただきたいと思います。はい、であとこっち直進してみるね。でそうすると目の前がね、小塚田城とも盛岡城とも、今は盛岡城っていうのかなっていう、お城に出てきて、でまあこれ岩手公園っていうんだけども、今度こっち行きます。こっちね。でそうするとね、このなんかね、石垣がずっと、まあずっとってわけでもないけど、まあ、続いてるわけで、でうなぎ屋さん、まあとりあえずうなぎは今食べるわけじゃないから、でこっちをまっすぐ行きます。でね、石垣をまっすぐ道なりに来ると、こういう古いね、なんか風情のある橋が出てくる、下の橋って言って、でなんでここに来たかっていうと、新渡戸稲造の誕生の地っていうのがあって、9号千冊の人だね、国連の、事務次官だったかな、ちょっと私は分かんないけど、偉い人はね。まあこのまま真っすぐ行くとすぐあると
で一回またそこ行ってから戻ってきて、どっちが行こうかな、こっちが行こうか、いやどっちがでもいいや、まあとりあえず気の向くままに、まあね、気の向くままにね、エリートビーバイコム系みたいな感じかな、何が感じかなっていうか分かんないけど、まあ行ってみましょう。でさっきの橋をねこうまっすぐ来て、そうするとここにあの旧五千円札のね、ニトベイナゾウの生まれたところっていう感じでね、ニトベイナゾウさんがいるわけですよ。年博我太平洋の架け橋とならんとで言われたお方でございます。